カズレーザーは学生時代、企業の説明会でいつもの服装で参加し、シャーがいると話題になった。事故物件に住んでいるが、畳の真ん中に跡があり、交換費用の5000円を拒否し、そのままにしている。本名はカズノリであり、元号が変わった際に名前が逆で話題になった。カズレーザーは偏食で、そば、冷やし中華、ハンバーガー、オムライスしか食べず、補食はサプリメントで補填していた。 X のメインアカウントはミスタービーンのボットであるが、自動で更新している。